代々教皇がアテナに代わり、星の動きを見て大地の吉凶を占う場所、スターヒル。まさしくこの地上で最も天に近いその丘は、セイントでも入り込むことは不可能と言われている。その丘に駆け上らんとするあるものの姿があった。それは聖夜の師匠であるシルバーセイント、イーグルのマリンだった。なぜかつては全ての人々から崇められ慕われた教皇が邪悪の化身となったのか、ここに来れば何かわかると思ったんだが、これは教皇の死体。死後何年も経っているということは、今の教皇はやはり、なんだこのコスモは。見たな、生きては返さぬ。ゴールドセイント、なんてまがまがしいコスモだい。あんたみたいなタイプは好きじゃないね。生きてここから帰れると思わぬこと。ファイト。さっきまで確かに誰もいなかったの、一体どこから出てきたんだ。こっちだよ。死ぬ必要はない。貴様をすでに知りすぎてしまう。なんてことないの。ちょいとまずいなんてことないんだ。せいや、こんなとんでもない奴らを相手にしてるのか。今から気づいた。お前を相手にしているのは最強のセイントだ。おかしな手応えだね。どうぞ。ノロは本当にここに存在しているのか。しぶとい女め、さらばいっそのこと異次元へ飛ばしてくれる。さすがにゴールドセイントの相手はきついね。ここで負けるわけにはいかないんだよ。これが私の戦い方だ。やっと地位ネズミに異次元に飛ばしてやる。なんてことない。こっちだよ。もう勝ったつもりかい。痛い目を見るよ。ウィナー。マリ、どうした。立ち上がる。あなたにはまだ命が残っているではありませんか。もっとコスモを高めないと。ファイト。こんなところで終わるわけにいかないんだ。何としてもセイヤのところへ。こっちだよ。イーグルトゥース。おかしな手応えだね、こいつ。さすがにここに存在しているの。こっちだよ。さすがにゴールドペイントの相手はきついね。ここで負けるわけにはいかないんだよ。いかに試練のみ加えて、なぜシルバーセイント部隊が私と戦えるのか。負けられないんだ。セイヤたちが頑張っているんだ。このマリンが諦めてどうする。バンブルの根源たる原子を砕け。これが私の戦い方さ。覚えときな、表しの爪の恐ろしさをね。バーカ、何を驚いてるんだよ。危ないところだったね。それにしてもこれで全てがはっきりした。今の教皇は真っ赤な偽物、
13年前に何者かがすり替わってアテナを殺害しようとしたんだ。その正体はおそらく。こうしちゃいられないよ。この命に代えても聖夜のところへ行かないと。